海職人最上徹でござる。それでこそ一国一城の主。公儀介錯人の要職にありながら、かえってその権威を私する獅子身中の虫にして、ご公儀を自祖先とする逆賊の隣、その証はこれは。使者が到着しよう。しかし父は上位に逆らい、ここを逃れ出る覚悟つ解釈人大神一族の恨みを晴らし、受けた恥辱をさすがんため指導を捨て、冥府窓を逃げる鬼となるのだ。よいか大五郎、これからの父は千歳かばねの道、殺戮と市場の刺客道をたどる。この刺客道をたどることによってこそ、尾上一族が受けた恨みを柳生一族に叩き返すことができるのだ。叶わぬ。そうかな。泣き言寝言ごと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 、一刻は死でなければよい。雨が降ったらどこで泣く、雪が降ったらどこで、ことごと回る歯車、黙って乗って泣けばよい。